はい、どうも、トシボイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お話しするのは、本当にあった、バキの家。板垣さんがですね、書かれている、チャンピオンですかね、書かれています、はいはい、プラプラバキ、ハンマーバキですね、ありますけれども、今、バキ道ですか。はいはい。ね、すごい、まあ、好評で、ずっと連載されていますけれども、まあね、あそこで描かれているバキの家ってものがありましてね、はいはい。主人公のハンマーバキくんが住んでいる家なんですけれども、恨みを買いすぎて、家にね、バカ野郎とか、出てけとかって書かれまくってるのよ。強すぎて、直接言えないから、不良たちが書くんだよね。そうなんですよ。まあ、あんなね、すっごいいたずら書きされてるなんてあるわけないじゃないかって思いなんですけども、多分ね、皆さんはね。家中落書きだったんですよ。あれね、ドキュメンタリーでしたわ。バキいますし、ハンマユージロいますね。地震を止めるやつがいるの、います、います。いますね。うん。すごいね。ちょっと今回、その、バキの家にですね、ちょっとま、直接取材させていただいたので、はい。バキの家に直接取材行ったんですか？バキいました。おい、マジですか？はい、バキもいたんで、ちょっと、はいはい、これをご紹介したいなと思っております。はい。つまり場所は言えないんですけれども、バキの家とかって言ったら、バキの漫画の家と、本間の方出てきます。ああ。本間にある方が出てきます。2種類出てきます。2種類出てきます。うん、まず見ていただきたい。そのバキの家はこちらです。はい、というものなんですけれど、そうなんですよ。バキの家なんですよね。別名黒い家とかね、アタックハウスなんて言われてるんですけれども、本当にあるんですよ、そういう場所が。ね、マジで家の壁だら、壁にも落書きだらけ。そうなんですよ。ここに住んでいるのか住んでいないのか人がね、ここまで探しても出てこないんですよ。この家があるというのはあるんだけれども、そこにバキが住んでるのかどうかっていうのが分かんないと。まあ、近寄りがたいからね。そう。だから、ここに直接行って、住んでいるんであれば話を聞こうと思って行ったんです。ここにね。はい。行かしてもらいました。はい。行くとね、まあ、バキ住んでまして。バキの家、本当に人がいるんだ。住んでます。人いました。住んでました。廃墟じゃないです。廃墟じゃないです。人住んでます。で、まあ、バキという名前かどうか分からないですけれども、おじさんが住んでまして、一人でおじさんが住んでました。じゃあバキじゃねえじゃん。いや、わかんないです。昔バキだったのかもしれない。まあ、名前はちょっとわからないですけれども、まあ、おじさんが住まれておりまして、行ったのがね、12月とかなのよ。寒い時期に行ったんですよ。12月、11月とか行っても寒いんですよ。なんですけど、半袖短パンなんですよ。バキだと思って。確かに。確かにそんなイメージだわ。そうなんですよ。で、忙しそうになんかしてるんですね。なんか洗ってるんですよ。洗い物してんの。すいませんって言って。すいませんって言ったら、今洗ってて忙しいんだよって言って。あ、申し訳ない、すいません、入っていいですかって言ったら、いいよって言われて入るんですよ。スーッと入ってたら、何洗ってんのかなって見たら、何もないところで何もないものを洗ってた。何なんだよ。こうやって。何もないものって何？いや、わかんない。何かを洗ってた。でも何もないですよ、そこに見ても。いやいや、水は出してんでしょ？出してる。もう、ピターっと水があって、その中で手突っ込んで何か洗ったんですけど、何もないもの洗ってた。空中、水中を、水中を洗ってた。なんだだから俺、なんかのトレーニングじゃないですか。水を洗ってるんかなって。いや、ああ、なるほどね。ろ過じゃないけど。そうそうそう。素手で。すごい難しいことしてるな、このバキは。確かに、ちょっとね、理解しかねえけど。で、この家面白いっすねって言ったんですよ。うん。バキがね、ちょっとイラッとして、うん、え何って言われて、何の用なのって寄ってくるんですよ。まあ、まあ、そうだ。怒らしちゃったと思って。まあ本人どういうね、意図でこういうような家を作ってるか分かんないから、面白いなんて茶化しに来たらそれ怒るわと思って。まあね、家だからね。すいませんって言って、もうこの距離ぐーっと来て、うん、俺、すいません、かっこいいですねって言ったら、だろうだろうかっこいいだろうって。それが欲しかった。それが欲しかったんですよ。あ、すいませんって言って。で、ここ住まわれてるんですかって言ったら、聞くと、今見せた写真動画の中には住んでないんですって、この家には。うん。うん、別んとこ住んでるって言って。あ、そりゃそうよなと。こんなね、わーっと駆けつられてるところに住むのは無理よなと思って。穴だらけ。そうなんですよ。じゃあ、どこへ住まれてるんですかって聞いたら、住んでる場所をね、こっちだよーって言われて、紹介されたのがこの家なんですよ。同じような家、もう一軒あったんですよね。
2軒目がありました。それは近くにあるの？後ろですね。あ、後ろにある。そのさっきのアタックハウス、バキの家の真後ろにもう一軒、ね、うん、変わらないレベルのやつがあるんだ。二店舗目がありまして、バキの家の。そこに住まわれていると。はいはい。うん、そうなんですね、みたいな。ほんで、まぁ、ちょっとね、うん、まだ警戒してるから、僕らのこと。まあまあね、これ家のことを褒めようと思って、うん。で、これご自身で書かれたんですかって聞いたんですね。うん、そしたら、ああ、俺が自分で書いたんだよ。で、かっこいいって言ってちょっと喜んでたから、うん、褒めなきゃと思って、うん、じゃあ、おじいさんからしたら、この家、うん、キャンパスなわけだ。うわ、うん。キャンパスにおじいさんは、もうふっと自分の考えることを書いてるわけだ。はい、だから、はい、そうだね。はい。おう。それも当たってたんだ、うん。キャンパスなわけだよ。絶対俺が最初に言ったのに、キャンパス取ったんですよね、うんうん。俺のキャンパス取り上げたんですよ。いいのをもらったと思った、ね。キャンパスなわけだよ。うん、あ、そうなんですか、うん、なんでこうやって書かれたんですか、はい、って言ったら、うん、結構ね、大通り沿いにこの家があるんですよ。ほう。だから、うん、から見える。そうなんです。いい場所に立地にあるんですよ。うん、これね、実はね、って言ってそっから聞いた話は結構怖くって、うん、地上げ屋なんだよ。うん。どういうことですか？地上げ屋が何をするんですかって言ったら、いい場所にあるから引っ越してほしいんだよな、俺に。まあね、そうだね。邪魔だもんね。うん、そうなんですよ。うん、だから、ここに地上げ屋が来て、いたずらしていくんだよ。うん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 、引っ越させたいから、窓ガラス割ったりとか、中入ってボッコボコにしたりするんだよって。自分でこんなことするわけないだろうって言うんですよね。嫌、うんうん、がらせ。そうなんですよ。嫌がらせを受けていて、この人はね。うんうんうん、で、まあ、この方は、嫌がらせを受けてボコボコにされてるからもう住めないから、じゃあこれ逆に使ってやろうと思って、うん、黒く真っ黒に塗って、うん、黄色でね、うん、フードアタックハウスとか自分の書きたいことですよね。うん、ふーっと書いて、これで怖がらせてやろうと思ったんです、逆に。ああ、じゃあ、守るためなの、うん、そうなんですよ。だからアタックハウス、何をアタックするかっていうと、その地上げ屋にアタックしてるハウスなんですよね。警戒してるハウスなんですよ。戦いの歴史なわけだから。そうなんですよ、うん。で、いろんなとこ壊されていて、何度も何度も来るんですって。何度も何度も来て、すごいいろいろ壊されて、ね、うん、で、今こうなってるっていう。じゃあもう直すのも、あれなんだ、うん。どうせ壊されるから、直さないみたいな感じだ、うん。そうですね。もうしょうがないって言ってました。もう軒とかボロボロにするし、柱とかもどんどん折っていくんですって。まあもう、でも、うん、やばいよね、この状況。そうなんですよね。うん、でまあ、こういうふうに、一株いくらとかいろいろ、まあそういうふうに書いているんですよ。恐喝詐欺とか、はいはいはい。まあその人に向けて書いているんですよね、うんうん。でね、家の中どうなってんのかなって気になりません？そうだね。うん。ちょっと家の中も撮っているので、住める感じなの？はい。ちょっと見ていただきたいです。こちらです。はい。オレンジ色のモニュメントがあるから、ほうほうほう、そこのところじゃ400兆から200万兆くらい、フィリストがバラマケットになるんですよ。400兆から200万兆くらいから600兆くらい、はいはい、送信者もちゃんとね、ちゃんと名義変更もちゃんとした。あ、本当だ、お父さんたちが読み欲しいんですよ。これは400兆じゃない。伊予光光明の世界猫歩き鎌倉、BS プレミアム12月6日金曜夜10時。枯山水にもにゃん。はいはいはい。中もボロボロなんですよ。なんかね、うん、もうアーティストの家みたいだけど。そうなんですよ。で、外観を見ると黒に黄色とか白なんですよ。うん、うん、うん。この方が、はいはい、書かれたものは ね、 ね。でも中見ると、うん、赤いスプレー缶で何かいろいろおっぱいって書いてあるとか、変な似顔絵描いてるとかしてるんです、うん、何かのね。なんかうん、みたいな書いてるんですけど、それは全部、うん、そのアタックハウスを作ったもんだから、うん、どっかの県外とかから見ていこうぜってなって、ヤンキーとかが肝試しに来て、うん、あ、いない時にじゃあ入ってんだ、うん、そうなんです。夜はここいないですからね。うんうんうん、離れに住んでますから、中に入ってきちゃって、肝試し感覚でわーっとこれいたずらされるんですよ。ああ。うん。じゃあもう。そうなんですよね。だから地上げは遠ざけたかもしれないけれども、ね、ヤンキーとかが来ちゃうんです。で、勝手に入ってしちゃうんです、うん、そういうことはね。
でも何なんだよって思ってるって言ってました。まあ、うん、何なんだよって。もうね、うん、セキュリティがないもんね、はい、この家が、うん。そうなんですよ。で、まあ、ちょっと皆さんにお見せできないんですけど、見ていただいたように、うん、映ってるじゃないですか、バキがね。バキと。映ってますけれども、うん、すっごいね、うん、ハキハキ喋って、むちゃくちゃ頭いいんですよ。ほう。うん。で、聞くと高学歴。でももう僕らが質問してんのに、僕らが聞きたいことを分かってるかのように、ふーっと上から話してきてて、うん、これ来たんでしょって感じで、わーって喋って、その喋り方もすっごい、なんていうんですかね、賢い感じ、高学歴。うん、頭いいんですよ、ものすごく。うんうん、で、もともとやってたのも株を転がしてたみたいな。うん、で、株でいろいろやってたんだけれども、うん、まあそういうのがあって、やんじゃって、株手つけなくなったうちにそこが潰れちゃって、うん、もう紙だよ、こんなものは、とかって言ってるみたいな。もともとはかなりお金持っていて、うん、こういいところに家建ててるんですよね。そうなんですね。もともとそこに家あることがすごいと思った、ね、うん。そうなんですよ。はい。うん、まあこういうことなんですね。ええー、そういうことだよ。そう、もちろんね。で、その地上げ屋とかが、うん、この家に害をなすというか、まあボロボロにするだけでいいんですけども、うんうん、このバキにも暴力を振るってきたんですって。だ体中、もう傷だらけなんですよ。うん、本当にバキじゃん。そうなんですよ。だから、バキなんですよ。実際に。おうおうすごくってね、うん。2階があるんだよって言うんですよ。うん、確かにまあ2階建てやし。で、2階上がらせてもらうんですよ。で、2階上がっても結構すごくって、それもちょっと動画があるんですけれども、こちらです。うんうん、なんか2階もまあ生活感ないというか、ほんまにここ住んでんのかっていう感じですよね。生活感があるのかないのか、うん、なんかよくわかんないな。いろんなものポン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 投げてて。物自体は結構多いけど。はい。ゴミ屋敷に近い。そうなんですよ。で、うん、2階は自室があるらしくって、うん、だから上がってほしくないから鎖とかも巻いてるんですけど、うん、まあでもそれでも上上がってきて階段とかボロボロにしていくんですって、地上げ屋が、うんうんうん。かなりきついんですって話をされていて、で、絶対に入ってほしくない部屋があるんですって、バキがね。うん、それがこれなんですよ。入室禁止。うん、もう、文字がおどろおどろしくなっちゃってるよね。そうなんですよ。自然と。入室禁止。で、やっぱここ見ると、うん、株とか、いろいろ書かれてますね。うん、倒産したとか。そうね、山一証券。そうなんですよ。で、警官もとか、まあ、いろいろわーっと書いていて、はいはい、だから、自分の手記というか、いろいろな、まあ、その、ここに住んで、今までっていうのの、情報が全部家に書き込まれてるんですよ。うんうんうん。だから、おじさんに聞かんとも、うん、家に書かれてる文字を読めばどういう人生を歩んできたかと分かるんですよね、実は。うん、うん。うん。だから、ふーっと見てると、あ、さっき言ってたことだ、あ、さっき言ってたことだ、みたいな。うん、うん。なんか、壁画見てる感じで、昔の。確かにな。あ、こういう生活してたんだ、とか。当時の人は。そうそうそう。あ、こんな大人数でもって、マンモス買ってたんだ、みたいな感じで、壁画みたいに見られるんですよ。なるほどね。うん。でも、その上に、落書きもあっちゃうから、はい、まあ、難解になってる感じだよね。そうなんですよ。そうそうなんですよ、ね。わかりづらいけど。で、最後に、うん、多分気になってると思うんですけど、うん、どうやって生活しているのという。そうだね、うん。確かに。そこ気になりますよね。うんうん、バキは、まあ、戦って賞金とかで食ってますけど、うんうん、この方は別に出てないですからね。地下闘技場。ね、出てないです、うん。出てないですから、うん、現在チャンピオンでもないですし、うん、大体さんも出てないですから、じゃあどうやってお金儲けてんのって話ですよ、はいはい。お金全く儲けてないんですよね。儲けてない。ないんです、お金が全く。うん、じゃあどうやって食べてんのって聞いたら、うん、あの表に、草あったろ、うん、いや、まさかなと思って。うん、え、はい、ありましたねー。食ってんの、うん、庭に生えてる草食ってるらしいです。いやいや、死ぬよ。人は、それだと。でも、もう、それが全然、死なんし、うん、馴染んでるから多分、あの、裸でも、裸にした形でも寒くないんですよ。寒くないですかって聞いても、いやいや俺寒くねえよって言ってて。絶対食ってるだろ、草以外を。草食べてるって言ってて。で、3日4日ぐらい草食い続けたら、うん、腹痛くなんだよって言って。全然受け入れてないじゃん。うん、でもう、体が。減りすぎて。おうん。あの、草が悪いとかじゃなくて、うん、もう腹減りすぎて、うーってなるんだよと。その時はもう、ポテチプ。ポテチプってのは、ポテトチップするんですか。そうです。うん。どうしても腹減って、しょうがないっていう時は、うん、ポテチプに手伸ばしちゃうよね、って言って。あんまポテチプで区切るやつ聞いたことないけど。言ってましたね、ポテチプ。ポテチプ。うん。
は買える金はあんだ。うん、みたいですね。とか、ね、貯金やっぱ時々、なんかインタビューしたい人とかがここに来て、うん、お金払ってインタビューしたりするんです。取材記事を書いたりとかしてね。うん、うんね、うん。それで、まあちょっと食べれてるみたいな話はしてましたね。いや、食べれるか、それで。それを、だからもう、ポテトチップスに、全かけしたんじゃないですか。ほんと、うん、俺人って草とポテチップで生きていけるっていうのはちょっと信じられないけど、ね。だから次来るときはお弁当か酒持ってきてくれって言われて。ああ、飯ね。すいません、みたいな感じで終わったんですよ。うん、でまあまあ、終始、和やかでしたよ。すっごいいい人で、気のいい感じで、うん、頭もいいし、うん、なんか写真も全然撮ってっていいよって、面白いでしょ、ここって、面白いって言うんや、自分でって思いましたけど、最初ね。うん、でもまあまあ、いいところだからよ、撮っといてくれよって言われて、いろいろ撮らせてもらって、うん、ああ、いいですね、いいですね、つって、ありがとうございます、じゃあ、そろそろ帰りますって、俺ら帰ろうとしてたら、うん、ふっともう一回見直したんですよ、その家ね。うんうん、家の中じゃなくて、外から見たらどうなるんだろうと思って、うんうん、急になってふって見たら、アキが、俺らに向かって、カメラを向けてて、カメラ俺らが歩くところ撮ってたんですよ。うん、全然あっち心許してなかったんだ。後々ね。そう。なんかあった時用に。なんかあった時用のために撮ってるんだけど、ね、僕らが、バキの家から、あっち側行って、あっち車止めてるからね。うん、グッてぐーっと曲がるとこの時スッと見てたらずっともう。ああ。でもそれも頭いいなって思うわ。まあね。うん、うん、うん。ちゃんとしてるなって思う。うん、撮ってんなぁ、と思って。まあそりゃそうだ。お前も撮ってんだから。そうです。まあっていう、まあ、バキの家が本当にあって話してみると、ものすごい頭のいい気さくな方やったよっていう。ただ、やっぱこういう風にね、家がほんま住んでるんでね、裏の方には住まれてるし、ね、で、地上げ屋とかもこういう風にしてくるし、うん、なおかつ、県外か県内かもわかんないけれども、うん、まあヤンキーとかが来て、悪さするから、そういうのはやめてほしいっていうのを伝えてくれって言われました。うん、それそうだよ。やめてください。これ、当たり前の話ですから。当たり前のことだから。ルールですからね。人が住む上での、気持ちよく住むためのルールですから、それは守ってください。うん、ただ、ものすごい面白くって、ものすごい賢いです。いろんなこと知ってて。はいはいはい。なんか、物が違いはもうほんま先生って呼ばれてもおかしくないぐらいいろんなことしてて賢い人でしたよ。なんかね、だから、はい、ちょっとね、うん、勘違いされてる。奇跡な人かなって大体思うじゃないですか、うん、見たら、はい。でもちゃんとしてるならね、うん、ほっといてあげる方がいいかなと思いますね。そうですね、ほっといてあげるのがいいです、ね、うん。ただやっぱずっとわかんないのが、最初何洗ってたんかなっていう。水洗ってたんかな、ほんまに。だから、やっぱりそっちの要素もあるんだって。怖いもん。うん、うん、まあね。偉人の顔も持ってるし、鬼人の顔も持ってるという。ね。うん、ちょっとだからもう本当に理解できないレベルのすごいことをやってるのかもしれないしね。うん、そうですね。うん、でも本当にいい人でした。まあ、なんとは言えないけど。まあ、そんなですね、まあ、バキの家なんで、はい、まあ、全然怖い人が住んでるわけじゃないので、うん、まあ、アタックしないでくださいね。そのアタックハウスにね。そうそうっていう話でした。ねはい、以上です。そうでした。そうでした。はい、ということで我々ですね、サブチャンネルもやっております。そちらとしみなティーチャンネル、ぜひ登録お願いします。お願いいたします。我々1億人突破目指しております。1億人突破しましたらもうアタックハウス改造しましょうよ。改築していやリフォームしてむちゃくちゃごつい本物のアタックハウス作りません。どういうのが本物なの。ごつごつよ。もう警察署ぐらいの壁で覆って、そうで、お金払ってなんかもう棒持ってる人くわーいて、うん、確かにね。でここの家はこのまんまでもいいから、うん、防護壁みたいなの作って、うん、ガードマンみたいに入れればもう全然大丈夫です。うん、ほんまのアタックハウスにしたいなって思ってます、うん、守ってあげる。言葉だけでなく、うんうん、見た目もね、中もね嬉しいんかなそれで今2階ですけど、うん、3階4階建てにして2階か中2階ぐらいにバー作りましょう、うん、でも別にもう価値ないよその家普通になっちゃってる。そんなお話でした、うん、はい、以上です。でした。